どうもー、はい、楽しみにしていこうの時間ですよ。今日ですね、今日はね、めちゃめちゃ豪華ですよ。めちゃめちゃ活躍です。活躍です。めちゃめちゃ豪華です。やっちゃったよ。いやね、運んでくるまで絶対に倒さないように、絶対に倒さないように、横にしないように、横にしないようにって上手に運んできたのに、最後の最後で、最後の最後でブチャッといきました。すごいんだこれ。ここまでタレが、タレカツのタレがここまでつゆだくタレカツとは僕は思わなかった。タレカツ丼にしようかなと。ああ、終わりましょう。めちゃめちゃ思ったんだけど、せっかくだからカレー、タレカツのカレーにした、しました。もうこれは後で綺麗にするしかない。作っておこう。それと特カツ丼です。特カツ丼です。真ん中に、真ん中にどっかりとこのようにして卵が、黄身が乗っておるカツ丼、そしてこちらがタレカツカレー。おお、いいねいいね。米もいいね、いいね。まずはもちろん夏はもちろんタレカツはタレカツのみでいただきます。木島くんはそういう風にしますよ。ドカンとスライドしようと思ったけど、スライドできない。スライドできません。乗っけます。かあ、これは美味しそうだ。これは美味しそうだ。こうだ。よーし。うわ、タレこんなびっちょびちょなんだ。嬉しいねこれ。びちょびちょって言い方したらなんかあんまりか、あんまりか。よし、見ていただきましょうか。これはいいぞ。お久しぶりのカツヤ、タレカツカレーと特カツ丼でございます。タレカツカレーいただきましょう。いただきます。いただきますって言ったけど、まだ手を拭かなきゃダメだ。手を拭かなきゃダメだ。炭酸水です。よし、よっしゃ。いやー、楽しみだな。ダブルカツ丼です。ダブルカツ丼です。いや、美味しいに決まってるよ。このこんだけなってんだもん。はい、いただきます。おお。おお、おいしいね。いや、思ってたよりもずっと、うん、うん、もうちょっと味が薄いかと思ってた。最高だよ。味濃いよ。キャベツも美味しいもん、これタレたっぷりだから。あ、すごい。結構こぼれたのに下にタレが溜まってる。ほら、最後こうやってみんなこっちについてるでしょ。なっちゃったのに、やばいぞこれ。うん、
うん、残りはカレーに行きます。あ、味濃い、いいぞ、得です、得。作ってくださる方によって若干の違いはあるかもしれないけど、味しっかりついてるわ。あー、変な音だった。こっちはいつものカツ丼でしょう。うん、うん、おいしいね。あー、いいね。いやー、素晴らしい。町の中華屋さんとか、お蕎麦屋さん、とんかつ屋さんのカツ丼もそれはもちろん美味しいよ。もちろん美味しい。うん、この値段でこのレベルまで来るんですから、勝也さん。割らないです。つけて食べます。ここで割って食べます。こうやって、そうです。あら、そうです。いやー、いいね。ほら、こうですよ、こうですよ。銀座の梅林、あー、気持ちいい。でもこのようなカツ丼を食べさせていただき、食べさせていただき、食べてきましたよ、撮影させていただきましたよ。あれも非常に美味しかった。あれも非常に美味しかった。でも行くとこに行かないと食べられない。でもカツ屋さんは結構いろんなとこにある。つくまも美味しいわ。ありがたいことです。やっぱりしじまはカツ丼が好き。とんかつが好き、カツ丼が好き、卵が好き、卵大好き。うん、やっぱこの特にして卵が一個、もともと閉じてるのもある、さらにプラスアルファあるかないかで全然違うよ。久しぶりに見てみたら、これもだし、これもだし、僕がちょいちょい食べたことはなかったんじゃないかな。で、あと赤から、うま辛、赤からかな、
赤からカツ丼とかそういうのもあったからね。うん、ちょうどよかった。作戦通りです。絶対これ米足りないと思ったから、まず手べちゃべちゃですけど、まずカレーだけちょっといただきます。なんだかね、これカレーまでちゃんとしてんな、カレーまでちゃんとしてんな。いろんな器にいろんなエキス取られたくない木島は、だいたいこの形になります。カレーの方に行きます。カレーの方に米が行きます。あっちは卵が行ってます。こっちはタレが、このだもうこれタレのご飯だけで美味しいんだから、あなた。このタレご飯だけで美味しいんだから、あなた。でも恐ろしいよな、この最後の最後にひっくり返してっていうか、横にゴトッとなってタレがこぼれてなければもっと凄まじくタレだったってことですからね。タレがこぼれてなければもっと凄まじくタレだったってことですか。はい、カレーにしました。美味しいわ。タレと合体してもこのカレー美味しいわ。タレカツカレー用のカレーじゃなくて、どれでも一緒のカツカレーでもタレカツカレーでもカレーは一緒のはずなんだけどね。よく合うね。本当によく合う。またこのタレカツ美味しい。これタレカツ丼だけ単品でもし頼まれる場合は、頼む人がいるときは、頼むんだったらね、米米大盛りにした方がいいです。どういう大盛り特盛りとかいろいろあるかわかんない、ちょっとそこまで僕把握できてないですけど、この普通の米の量だったらタレが強力だから、タレカツも強力だから、多分ね米足りなくなる。下手したらカレーまでたどり着かない。
その可能性ありますよ。うん。こっちまでしっかりしみしみだもんな。今度はこの食べたことない赤から赤からだったと思うんだけどな、名前赤からカツ丼だったと思うんだけどな、名前それいきます。こっちに入れて正解だった、うん、それでもこんだけ上手にいかないんだから。べっちょべちょだけどね、上手に運ばないと僕みたいになっちゃいます。タレが強力、たっぷり入ってるからありがたいことに。でこの漬物も美味しいんだ。うん、遊びに行ったりしてないですよ。カツ丼買ってまっすぐすぐ帰ってきました。ただ帰ってくる途中の桜の木がまだ元気いっぱい咲いてる木があったから、そこだけちょっと電話で動画撮りましたけど、そこに人が集まって花見してるとかそういうのもない。時間帯も良き時間帯を狙ったのかたまたまなのか分かんないですけど、その桜の下でっていうか、まあ、離れてるけどね、だいぶすれ違ったのは犬の散歩のお父さん一人だけ。うろちょろうろちょろ遊び回ってないですからね。お久しぶりの特カツ丼タレカツカレー両方初めて食べるやつ、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ああ、そうだ、運ぶときは十分気をつけてください。タレが強力ですからね、たっぷり入ってるからちょっとコロンってなったらブチャってなります。気をつけてください。今日もとっても面白かったので、ごちそうさまでした。はい、願望はちゃうぞ。
あ、いいよ。